駅近くのパチンコ店で火事があり、一時煙が周辺に広がり騒然としました。発生直後に撮影された映像です。店内に煙が充満し、火災報知器の音が外にも響いています。警察や消防によりますと、午前0時半ごろ、博多駅南のパチンコ店で、店の中にいた清掃作業員がパチンコ台から煙が出ているのを見つけました。店のスタッフが台の中を見ると、火がつき燃えていたということです。火はおよそ1時間後に消し止められました。すでに閉店時間を過ぎていて、客はおらず、けが人はいませんでした。警察や消防は朝から現場に入り、出火原因などを調べています。